私は願いを叶えていいのだと自分自身に許可をあげよう。なぜみんな幸せにならないのかと問う人がいるが、それは本人が実は潜在意識では幸せになることを望んでいないからなんだ。引き寄せは潜在的に意識していることを 100% 実現する。避けたいことがあってもそれに意識を向けることで逆に実現してしまうこともある。ドストレートなのでネガティブな思考になると危ないから、そうならないように気をつけなければいけないんだよ。でもネガティブになりがちな人だっているよね。否定するのもそこに注力してしまって執着になるから良くない。そういう時はその願い意識から1秒ずつでもそらすこと、いいことを考えるようにする。とにかく全てはあなた次第。みんな幸せになるためだけに生まれてきたんだから、軽い気持ちで有効活用しよう。今日電車に乗っていたら、目の前に座っている方が座ったらと声をかけてくれて、降りる時まで親切にしてくださいました。些細なことですが、いい波動の時はいい波動の人を引き寄せると聞いたことがあるので、これも引き寄せの効果かなと思いました。またずっと会いたいと思ってた友人から連絡があり、今日会えることになりました。旅行に行く話がいくつか出たり、新しい友達ができたりと、なんかいいことが最近よく起こってる気がします。周りに何を言われようが私はあの人が好きなんだって自分の気持ちに素直に突っ走ってた。復縁したらここにデート行って、こんな服着て可愛いって褒められてって妄想してた。ノートにも書いてウフフってしてた。そんなこんなで1年ぐらい音信不通で、さすがに疲れてもう諦めよう、仕方ないとか思った2日後に連絡来て無事復縁できた。復縁してから3年経って今年結婚することになった。ノートを見返したら、丸月中に連絡来るって書いてあって、その月に連絡来てた。書いてたの忘れてたから、それ見た時はさすがにびっくりした。自分の気持ちは自分にしかわからないから、素直に誰に遠慮することなく、欲しいものは欲しいって思ってていい。当時を思い出してみたんですが、彼から連絡来る前、やたらとシンクロ見たり聞いたりしてました。すごかったのが、たまたま行ったお店で私の友達をナンパしてきた人がいて話してたら、彼の職場の人だったこと。その時はニアミス、彼に近い人じゃなくて彼と合わせてとか思いつつ、いや近い人に会えたなら彼と会うのもすぐじゃんとか、またまた自分に都合よく思ってました。意識しなくてもなんだかポジティブって人ならいいけど、そうでない人は大体願いが浮かぶと、それは自分には無理だ、どうやって、ありえないよと無意識にいろんな願いを却下してしまうよね。いや自分にはそこそこのこのくらいでいいやって妥協したりする。で結局これらが現実化してしまう。自分にはそんな願いを、幸せを受ける価値がありませんと宣言しているのと同じだから、自分にもっと自信を持っていこう。これ分かってるのにできないのよね。反射的にネガティブに反応しちゃうから、気づいて訂正しても根気がいるし、ひたすら訂正するしかないんだけど、まずは否定してしまうネガティブな反応と喧嘩しないことだよね。本心は否定してるのに違う、こっちが望みっていうのも否定になるから疲れる。その気持ちを受け入れてそうなるのを否定しない。ひたすらネガティブな気持ち、叶わないことを嘆く自分も否定しないってやっていくのがいいかも。ネガティブはただの思考の癖です。思考の癖はその人が生きてきた中で培われたもの、無意識なものなので責める必要はありません。今まで右手で使っていたお箸を左手で使おうとした時、右手に戻したいと反応しますよね。ただの習慣です。右手が癖になっているだけで、絶対左手では使えない、使っていけないということはありません。なのであなたの喧嘩しないは理にかなっていると思います。ネガティブは思考の癖なのか、
橋の例えでネガティブにも言い悪いもなく、ただの右手左手の違いのようなものだと感じました。癖は反射的になるものだし、無意識なものだからそれも責めなくていい。ただ癖を変えるように訓練すれば必ず使えるようになるものだと思えば安心しますね。信じる信じないは関係なく、訓練すればみんなできるのだから。難しく複雑に考えてしまう私でも簡単でめっちゃわかりやすかったです。引き寄せではただ願いに許可するだけと言われます。自分の願いに許可するのは他の誰でもなく自分です。自信のない人の頭の中でいつもダメダメダメで埋め尽くされ、何をするのも何を考えるのも常にダメだし否定をしています。否定的なことが頭に浮かんだら、大丈夫、 OK、 いいねなどの思考で上書きするといいです。どんな自分でもそう思ってもいい、肯定、許可をあげていると、どんな願いにも素直に許可しやすくなります。否定的な気持ち、ネガが出てくるのは反射的、癖なので責めなくて大丈夫。もし許可できてるか不安だと感じたら、私は願いを叶えていいと自分に言い聞かせてくださいね。生き別れだった兄弟の援助でお金持ちといえる生活水準になった。ポイントは何でも受け入れるようになったことだと思う。例えば夜更かしにしても、今までだったらまたこんな時間って思ってたけど、落ち込みもひっくるめて受け入れられるようになった。すごい。やっぱり願いはあらゆる方面から叶うんだね。叶うための道筋とか手段は考えないようにってよく言われるけど、これは本当に考えつかないようなところから叶ってる。引き寄せは努力するために自分を奮い立たせる方法の一つと言われてるよね。なのに自分じゃどうにもできないレベルのことを動かせた。マインドコントロールのような引き寄せる意味での努力はしたけど、実際に動かす努力はしようがなくてしてない。本当になんでだろう、偶然なのかなとも思うけど、他にもいろいろ思い通りになった。不思議。わかります。自分の力、人間の力では動かせないところをこの法則は動かしてくれますよね。自分の努力で進めるところまで進めながら、楽しく軽やかな気持ちで願うと聞くような気がする。自動車免許取ってから、あんな車欲しいなってワクワクしながら妄想していた。その時に妄想していたのが、マツダの新型デミオだった。そうしたら1年後に、何も知らない祖父が免許返納するからと車いるか、とタダで譲ってくれて、見に行ったらデミオで驚いた。ただ、新型ではなく旧型だったから、妄想していた形とは違うけど、デミオを引き寄せたんだなと思った。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。